落としたところシュートはいかない。なんとかこのシュート、そして左サイド、ここにボールが届きました。中島入ってそのままシュートまでいけるかどうか。突破して左足、決まった。1対1同点、吉浜の同点ゴール。今シーズンこれが1点目、初ゴールになります。1対1。今のは速攻から1本でした。そうですね、はい、手数をかけずに、まあ、前線中島選手に対してボールを送り込んだキープのとこから藤山選手がね、はい、上がってきてての左足のシュート、まあ、町田としては早い時間帯にこう1点を取り返して追いついたのはすごい大きいですね。今はカウンター自陣から